沖縄旅行にやってきたハイジー。今日はホテルの周りを自転車で探索しております。この行き止まりだ。ここに一回止めよう。こんなすぐ近くにでも海があるってなんかすごいね。沖縄の海って俺すげえテンション上がるんだけど、初めてだから。入りたいけど入っちゃいけないんだね、ここ。あ、魚います。でも一個一個の水たまりの中にねね、魚とかいますね。というわけで海に行って泳ぐ魚を見てしまいましたら、やっぱりもう寿司を食うしかないでしょう。石垣島で見つけたこちら、回転寿司でございます。やっぱ沖縄ですね。名前がスシンチュです。これでこそ沖縄でしょう。ガーラとかイラブチャとかミーパイとか知らねえもんしか載せないんだけど。いや、これ石垣さんですからね、すべて。これすべていっちゃいましょうか。来ました、ハガちゃん。海ぶどう。さあ、再び海ぶどうに出会いました。今度は軍艦としての海ぶどう、いかがなものでしょうか。ちょんちょんといただきます。プチプチです。やっぱうまいね。はい、これと、はい、これとこれです。ちょっと確認しないと分かんないけど、これが何なのか。これが島カツオで、これがイブチャーです。これがガーラ。スキー場のやつかな。いや、それガーラ湯沢です。あ、そうですか。それはガーラ湯沢と。突っ込むね。さすが腕あるね。島カツオ、ハガちゃん行ってみますか。島カツオ行きます。新鮮ですね。ガーラガーラ、 ガーラ、はい。うん、でも食べたことない感じのね、はい、寿司だね。ちょっと硬いマグロみたいな、はい、食感がしっかりしたマグロっていうか、ね、うまい。でもこれがイブチャーです。シソが挟まってますね、こう見ると。寿司を食うプニプニしてる、なんていうの、ゴムって言ったらすごく一番悪い言い方がゴム一番悪い言い方がゴムだけどゴムじゃないよ。ムギュムギュしてるっていうのかな、一番いい感じで言うと。本当ですか。シソが効いてます。これが一番うまそう。生サーモン一番うまそうだけど、東京でも増えるから、なんか食ったら負けっていう感じがするし。あれ、ちょっと何それ取ろうとしてんの、あのバイト募集何取ろうとしてんの。ダメだ、取っちゃダメですこれ。まだ行くの。はい、結構すごいね。いや、ちょっとやっぱこれ、うん、あの石垣来たからには、うん、まあ、行かないとね。変わったのいっぱいあるもんね。そうですね。赤ちゃん来た。いや、やっぱ石垣って言ったらこれをね。何頼んだの。ちょっと待って何ウィンナー食おうとしてんだよ。沖縄堪能する気ねえだろお前。わさび抜きですから。うるせえよ。